つ上がってポイント稼げたのは結構大きかったですけど、結構苦しかったです。シルエットがかっこいい、綺麗っていうのがやっぱ一番にあるんですけど、まあそれにこう縛られずに型にはまりすぎないっていうのを最近意識してやってますね。器物が多いんですけど100万取ります。